どうもみなさんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。さあ今日もゴーストトリックやっていきましょう。6章からのスタートだ。頑張っていくぜ。失われた私自身の記憶、忘れられた殺人事件の秘密、それぞれの真実を探すため死者と女刑事は手を組んだ。女刑事が依頼した死者の任務は、刑務所への潜入及びある囚人の明日の予定の調査。明日の予定など存在し得ない私には関係のないことだ。そう考えていた。まだこの時は。刑務所への潜入ってことだから、係官が二人いたところに移動しましょう。それでどうなってるんすか、準備の方は。そうですね、今やってるみたいですよ。そうすか、さすがに気が重いっすね。ほほほ、君でもそんなことがあるんですね。あ、ちなみにこれ君に対する皮肉ですからね、念のため。予定時刻まであと2時間か。我々は我々の仕事をしましょうか。ふん、そうっすね、仕事しますか。それじゃ独房への行き方を調べるとしようか。まずはメモを飛ばしてみよう。何々、C38 号の電話室へ。先ほど電話使用の要請があったのですよ。それさっき聞いたっす、C38 号ね。あの若造一体何をやったんすか。聞いたことありませんか、機密のランデブー事件。機密。いやね、C38 号はあれ、歌うタイというやつなのですが。彼の楽団のコンサートが全国放送で生中継されましてね。そのアンコールの最中、大事件が起こったのですよ。大事件、なんすか、殺人事件とか。ある意味さらに立ちが悪い、何しろ国家機密ですから。はあ、国家機密。歌った曲、秘密のランデブーというタイトルだったのですがね。その歌詞がいつもとまるで違ったそうです。それがどうして大事件なんすか。大工場の経済戦略やら、国家予算の不正流用やら、黒いつながりやら。奴はこの国の暗黒面を全て歌い上げたのですよ。国家機密漏洩罪、現行犯で逮捕されたようです。バカな。あの日、この国に激震が走りました。いやおかしいでしょ、そもそも。ロックンローラー不正が、どうして国家機密を。完全に謎です。いやいや本人に聞けばわかるっしょ。それが公表されないのです、どうやら。機密扱いらしいのですよ。またやってみましょう。何、C74 号の定期検査。お、そろそろ時間ですね、手配をしないと。C74 号ね。あのデカいの一体何をやったんすか。おや、知らないのですか、警視庁立てこもり事件。警視庁。まあ文字通りですね、警視庁に立てこもったのですよ。警視総監に大型の火炎放射器を突きつけてね。一体またどうして。取り囲んだ刑事たちも聞きました、要求は何だと、すると。なぜか犯人は困った顔して考え込んだ後、こう言いました。大至急、カレーライスを5人前持ってこいと。カレーライス、それだけすか。いやそれがまずいことにね、犯人はカレーを食べた後、総監室に火炎をぶちまけたのです、放射器を使って派手に。総監のヒゲと、重要書類が何枚か消失したようです。一体犯人はなぜそんなことを。カレーライスが辛かったからということになっています。はい。辛すぎて思わず火を吹いてしまったとか。バカな。あの日、この国に激震が走りました。いやおかしいでしょ、そもそも。武装したデカイのがどうやってたった一人で総監室へ。完全に謎です。いやいや、本人に聞けばわかるっしょ。それが公表されないのです、どうやら。機密扱いらしいのですよ。もう一丁やってみるか。D99 号にディナー。D99 号ってリンネちゃんが言ってたやつよね。今料理人が腕を振るっているところでしょう。ディナーとはまた豪勢っすね。D99 号、こいつの事件知ってますよ、俺でもね。そうですか。とても辛い事件です、我々にとってもね。奥さんを撃ったんすよね、家族の目の前で。シャレにならないっすよ、一体どうして。どうしてあの人が。動機、その他、一切謎だそうです。は、バカバカしい、ありえないっしょ、そんなの。詳しいことはわかりませんが、どうやら、この件は機密扱いらしいのですよ。なんすかそれ、わけがわからないっすよ。君も知っているはずでしょう。ここはそういう刑務所なのですからね。D99 号、あのヒゲの下で何を持っているのでしょうね。バカにしやがって。やっぱり真面目になんてやってられないっすね。D99 号、お目当ての囚人は殺人犯か。どうやらヒゲを生やしているらしいな。ここってさっき言ってた電話室かな。C38 号が電話を使うって言ってたよな。
めちゃくちゃロックンローラー。こんな時でもヘドバンするとはロック魂が光ってるぜ。注意されそうな気がするのにね。よし、ここからなら電話室の方へ移動できそうだぜ。スイッチを操作するとこのドアが開くのよね。そうだな、とりあえずやってみよう。あ、全部開いちゃうとドアにあったコアがなくなっちゃうな。ドアが全部開き切る前にスイッチから移動しないとだね。操作してすぐだからちょっと難しいかもな。遅かった、でもドアのコアがあるね。だけど届かないようだな。次はもっと早く取り付いてみせる。無事に届いたようだな。とりあえずエレキギターに取り付いてみたはいいけど、ここから先はどうすればいいんだろう。電話にコアもないし、これじゃ電話同士で移動することもできないもんな。電話が終わったようだね。それじゃまた独房へ戻るのかな。そうみたいだね。このままエレキギターも持って帰ってくれるといいんだけど。それなら独房まで簡単に行けそうだもんな。お、いいねいいね、思った通りだね。ドラムとか置いてあるし、ここがロックな男の独房のようだな。下の階にもいるわね。ということは D99 号はこの階ってことだな。二人いるからこのどっちかになるわね。こうして私はいよいよ独房へ踏み込むことになった。私のターゲットは D99 号、その明日の予定を調べること。一体どんな意味があるのか。こんな胸くその悪いところさっさとおさらばしねえと。監視の野郎言ったみたいだな。丸が書かれた紙がナイスシュートで便器に入ったわね。ちまちまやってる場合じゃねえ、そろそろ決めてやるぜ。流したな。トイレットペーパー以外を流すと詰まる原因になるのよね。正直やめてもらいたいわ。真似しないようにだな。頼むぜ、ウィンナー君よ。ウィンナー君、めちゃくちゃ気になる名前なんだけども。そうね、ウィンナー君とやらのお顔を早く見たいのでサクッと調べちゃいましょう。このベッドは特に操作はできないようだな。でもドラムを鳴らしたところでって感じだよね。囚人がノリノリになるだけだな。どうやら、この囚人君は私のターゲットではないようだ。 D99 号はヒゲを生やしているはずだからな。確かに独房の壁に小さな黒板がある。このうるさいギザギザ氏の明日の予定見てみるか。囚人が右の方へ行ってくれた。これなら黒板に何が書いてあるかもわかりそうだな。こいつがリンネの言っていた小さな黒板というやつか。どれどれ読んでみようか。今夜、私は命、記憶といろいろ落としたが、もう一つ私には落とし物があったようだ。読めない。何か文字が書いてあるのは見えるが、何を意味するのか全くわからない。困ったことになった。D99 号の明日の予定が読めないとは。潜入したけどこれじゃどうにもならないわね。だけどとりあえず D99 号のところへ向かうしかないな。この電話どうやら、刑務所の外には繋がっていないようだ。この電話線を使って移動できるのは建物の中のすでに取り付いたことのある電話。非常パネルだって、スイッチ押してみようか。監視が来たな。非常ベルなのに走らずに更新してきてる。あれ、今ロック囚人が罰の書かれた紙をトイレに流したぜ。さっきはまるで今度は罰、何か意味がありそうね。あら、なんでこんなところに。とりあえず独房の方へ戻っていったようね。多分警報が鳴ったからだよな。監視が見回りに来て独房にいないとなったら大変なことになるもんね。下に潜り込んでた奴は何事もなかったかのようにベッドで横になってるな。そのおかげもあって監視は異常なしと判断したわね。ベルを鳴らすとここには動きが生まれるようだ。彼らの動きを利用して私も動くとしようか。それじゃまた非常ベルを鳴らしてみるわ。この後監視が来るぜ。とりあえずロックな囚人の独房へ戻るわ。さっき罰の紙をトイレに流してたわよね。だから罰の紙のコアに移動するわ。紙がフックに引っかかったぜ。それで上のベルがカラカラ鳴ったな。もしかしてこの囚人が独房へ戻ったのってベルがカラカラ鳴ったから？警報だけが理由じゃなかったのかもしれないな。
罰の紙を見て驚いてるわね。紙はしっかりゴミ箱に捨てて、トイレも元に戻してるわね。この頭の機械は何なのかわからないけど、さっきと同じようにベッドに横になったな。私は何もしてません。まるでそんな感じね。とりあえずこれで下の独房へ来れたな。ヒゲが生えてないから D99 号ではないけど、サクッと独房の中を調べておきましょう。ちなみにこいつは警視庁に立てこもったやつみたいだな。カレーが辛くて火炎放射器をぶちまけたやつね。まあ私も甘口派だから気持ちもわからなくはないけど。いや気持ちわかっちゃまずいだろ。いくら辛かったからって火炎放射器はやめてくれ。とりあえずまた黒板調べてみようか。でもさっきと同じように文字が読めない。それじゃ隣の独房へ行くわよ。ここからだと届かないようだな。別の方法を考えよう。はい、朝ですよ。起きてください。体が動き始めたぜ。スプーンを持ったわね。スプーンにコアがあるぜ。それなら移動できそうね。紐を引き上げてるな。ベルが鳴ったから髪が引っかかったと思ってるんじゃないかしら。スプーンがコップの中に入ったぜ。これで隣の独房へ行けそうね。ヒゲが生えてる。こいつが D99 号で間違いなさそうだな。絵を描いてるみたいね。なんという快ような空間だ。その中にいてこの囚人とても楽しそうに見える。ここはこのエリアに残った最後の独房、つまり鼻歌混じりのこの男こそ D99 号ということだ。確か家族の前で奥さんを撃ったのよね。一体どんな事情があったのか、リンネがなぜこの囚人を気にかけるのか、私にはわからないし知る必要もない。私の目的はただ一つ、この絵描きさんの明日の予定を調べることだが。文字は読めないけどとりあえず黒板を調べるしかないわよね。そうなるな。リンネちゃんには文字が読めませんでしたってシセルは伝えるのかしら。囚人 D99 号の明日の予定、リンネの知りたい情報がここに書かれているはずだ。ここまで来たんだ、見るだけ見ておくべきだろう。これはどういうことだ。何も書いてない。他の独房の黒板には何か書かれていた気もするのだが、こいつだけは生まれたままの姿でぶら下がっている。こうして私はリンネの求める答えを手に入れた。 D99 号の明日の予定は、未定。この情報が彼女にとって果たして意味があるのか、それは私が考えるべきことではないし関係のないことだ。そのはずだった。黒板に何も書かれてなかったことをリンネちゃんに伝えなくちゃね。電話へ急ぐか。新聞の記事を飾ってるなんてちょっと変わってるわね。しかも自分が起こした事件だと思われるな。あら、晩ご飯の時間みたい。今日のメニューは一体何かしら。めちゃくちゃ大きなチキンだぜ。美味しそう。おやおや、今夜はごちそうだな。実はさ、このチキンに目がなくてね。ただ残念なのは冷えてコチコチになってることだ。硬直の具合から言って、調理後2時間といったところか。今更聞いても仕方ないのは分かってます。でも、一体どうしてあんな事件を。ほんと今更ってやつだな。その事件ならもう、このチキンよりも冷え切ってみんな綺麗に忘れちまった。この俺も含めてな。ちょうど、刑事。D99 号って刑事だったの？さてと、ナイフの刃が立たなくなる前にね、失礼していただくとするよ。もう一つ、前から気になっていることが。なんだい？その絵の男、一体誰なんですか？あ、こいつかい、そうだな。ここにいると人の顔を見ることがなくなるだろ。忘れたくない顔をこうして絵に描いてるわけだよ。こいつは、その最後の一人なのさ。おいおいおい、あの絵ってシセルじゃん。一体どういうこと？さあ、そろそろ一人にしてくれないか。飯ぐらいゆっくり食べさせてくれるよな。は、は、失礼しました。これは一体どういうことだろうか。なぜここに私の絵がある。この囚人は何者なのか。リンネの追っている殺人事件、その犯人が独房で私の絵を描いている。
リンネの元へ戻らなければ、それも急いで。彼女のためではない。この私の謎を解くために。リンネちゃんに早く報告しに行きましょう。電話がかかってきたな、誰からだろうか。こちら本部だ、そちらどんな感じかね。あ、本部長殿、ご苦労様でございます。その、ただいま準備中でして問題はございません。ということは、あと1時間後、ですね。そうか、了解した、よろしく頼む。あ、そうだ、それから、カバネラ警部から話があるそうだ。あ、カバネラだけど、どう、やってる。ご苦労様でございます。今夜も電話があったんだよね、僕のベイビーからさ。リンネ刑事ですか、今。何か言ってたかな、彼女。いえ、その、すぐに切られてしまいまして。そうか。またベイビーが電話してきたら今度はすぐ知らせてくれるかな。は、は。あ、隠したりするとかなり後悔することになっちゃうから。了解です、脇目も振らず報告します。忘れないでね、彼女逃亡犯だから。は、は。それでね、後で顔出すようにするよ。ご苦労様でございます。新しい番号を手に入れたわね。リンネちゃんに報告の前に一旦移動してみるか。どうもカバネラ警部殿も探しているようですね。あなたもリンネ刑事よね。カバネラ警部特別捜査班がどうしてリンネを。我々も知らない事件が起こっているようですね。よりによって今夜しか。カバネラ警部殿も胸を痛めているのでしょう。 D99 号上都刑事殿とは確か親友でしたから。本当なんすか、それもし親友だったら。カバネラ警部たまには面会に来たって一緒。忙しいのですよ、特別捜査班の班長さんは。どうしたのですか。俺ジョーさんに憧れて刑事を目指してたんすよ。それなのにこんなところでくすぶってリンネを守ってやることもできず、何をやってるんだ俺は。なんだか君が可愛らしく見えてきましたよ。とにかくできることからコツコツやるしかないでしょうね。ほらとりあえずあなたの後ろが崩壊してますよ。カバネラ警部とジョード刑事が親友だったとはね。 D99 号が刑事だったことにもびっくりしたけど、二人がそんな関係だったとはな。親友が事件を起こしたなんてショックだったでしょうね。刑務所の準備は順調のようだな、カバネラ警部。あと一歩遅かったか、もう少しだったのだが。まだ時間はあるよ本部長、その多くはないけどね。今夜ポイント X はトークに包囲してるし、奴が現れたらすぐに身柄を抑えれば間に合う。ところで、あっちの事件はどうなった。ゴミ捨て場の殺人は彼女がやった、間違いないのか。いけないベイビーだよ、本当にさ。現場から消えちゃうとはね、どこへ遊びに行ったやら。今、なんと言った。彼女がやった、確かにそう聞こえた。私を殺害した犯人の話だったようだが。まさか、な。リンネちゃんが撃つわけないでしょう。ないない、絶対ない。たくこのおじさまたちは何を言ってるんだか、付き合ってらんないな。しかしわしには信じられん、どうして彼女が。それ僕に聞かれてもな、あんた以上に信じたくないさ。でもね、こいつを見た以上認めざるを得ないかな。さっき捜査班から届いた防犯カメラのビデオ映像か。確かにそいつは決定的な証拠と考えるべきかもしれん。あるいは、ラブリーな証拠と考えるべきだろうね。まったくこんな大事な夜になぜ事件が重なるのだ。そいつはきっと違うんだよ本部長。こんな大事な夜だからこそ事件は重なるのさ。大事な夜ってさっきから言ってるけど一体何なのかしら、気になるよな。でもとりあえず決定的な証拠かもしれないビデオ映像が見てみたいわね。アンテナを伸ばしてみようぜ。ここはサクサクっといけそうね。スクリーンを下ろせるようだ。下ろしたらリモコンに移動するわ。私が死んだあのゴミ捨て場には防犯カメラが設置されていたようだ。カメラは死の瞬間を完璧に捉えていた。そしてその映像が私に見せつけた真実は、私にとってこの上なく残酷なものだった。残酷、見るのがちょっと怖くなってきたわ。
シセルとリンネちゃんが映ってる。まあここまでは普通だな。リンネちゃんはシセルが持っている情報が欲しくてあったのよね。そして目の前で倒れた、とも言っていた。遠いところから狙撃された可能性があるのよね。その話通り防犯カメラに映っているのであれば、リンネちゃんがやったなんて話にはならないはずなんだよな。え、リンネちゃん、胸ポケットから銃を取り出してどうするつもりなんだ。いや、やめてリンネちゃん、私たちはあなたを信じてる。外したようだ、情報を引き出すための威嚇射撃だったのか？きっとそうに違いない。え、え、今撃った？撃った、間違いなく。そしてシセルは倒れた。リンネちゃんどうして？これじゃ確かに決定的な証拠と言われても仕方がないように思えるな。私の目の前で私が撃たれた、リンネ刑事によって。掴みかけた手がかりは消え、もう一度死んだ気がした。一つ印象に残ったことがある。映像の中でリンネはひどく驚いたように見えた。一体私はあの時彼女に何を告げたのだろうか。何度見ても事実は動かないよカバネラ警部。今リモコンをいじったの僕じゃないんだけどな。あ、ところでカバネラ警部、今のビデオだが一つ気になるところがあるな。ふん、なんだろう、そいつは興味深いね。さっきは死の現場写真を一通り見たんだが、明らかに撃たれた場所と死体の発見された場所が違う。そういえば確かに不思議だ。私を蹴り落としたのは黒い殺し屋だったが、私はその殺し屋の運命を変えたはずだ。それなのにまた私は蹴り落とされている。事件発生から数分後その謎の答えがあったよ。映像の続きがあるようね。シセルが撃たれて倒れた後何があったんだ。あら、黒猫ちゃん、カバンの中に入ってたのか。出てきた弾みでシセルが落ちたってことかしら。黒い猫か今のは。あ、現場を荒らされては困るんだけどね。この小さな犯人君は闇に紛れて消えちまったよ。どうやら私が蹴り落とされるという運命はそう簡単には変わらないらしいな。警報が鳴り出したぜ。何があったのかしら。こちらポイント X、 本部長殿を問うございます。どうした奴が現れたか。いえそれはまだです。しかしバカモンこの通信機はむやみに使うなと命令したはずだ。ですが現れたのです。そのリンネ刑事が。なんだってベイビーがそこへ。彼女逃亡中と聞いたのでどうしましょう本部長殿。どうするカバネラ君。刑事君、ポイント X かベイビーを引っ張り出してくれ。今すぐに拘束した方が良さそうだ。わかりました、すぐ向かいます。どういうことだ、なぜ彼女がポイント X に。特別捜査班が半年かけて掴んだ場所だぞ。こいつは偶然じゃないだろうね。もしかしたらスピーカーが壊れた。一体何が起きてるの。どうした、応答しろ。なんだ今度は一体何が起こった。くそ、やむを得ないね、ポイント X に電話だ。電話に取り付いて会話を聞いてみよう。ポイント X にリンネが現れただと。しかしリンネが向かっているのはキッチンチキンのはず。一体どういうことだ。とにかく事件が起こったのは間違いない。こら何してんの、早く来てよ。なんだい。デリバリーの注文を後回しにされた腹ペコたちの気持ち、この私今初めてわかりました。あのさおじさん、失礼だけどそちらキッチンチキンでいいんだよね。あら、あなた警察の人じゃないわけ。警察、そっちで何かあったのかな。何かあったじゃなくて、何もなくなっちゃったの。じゃあね。あ、こら、おじさん。一体何事だ。確かに何事か起こっているみたいだ。そして、その何事はただ事じゃない。それじゃ僕も行くとするよ。お茶ありがとうね、本部長殿。ポイント X へ向かうのか。あ、そっちはね、若い連中に任せるよ。僕は行かなきゃならないところがあるからさ。カバネラ警部、君が行ってもどうにもならん辛い思いをするだけだぞ。僕には責任があるからね、最後までに届けないと。それにまだ完全に終わったわけじゃないよ。あ、そうだったな、ご苦労。D99 号の明日の予定は空白。刑務所に潜入して調べたのが遠い昔のように感じる。私の頭の中は今どんな囚人の予定よりも空白だった。私の手がかりであり協力者であるリンネが私を撃った。その裏に何があったのか、答えを知るために私はそこへ行くことにした。警察がポイント X として包囲しているキッチンチキン、明らかに事件が起こっていて、確実に彼女が巻き込まれているような気がする。その場所へ。
ということで第6章が終わりました。D99 号の明日の予定は未定、これは一体何を意味するのか。そして D99 号ことジョード刑事はシセルを知っていた。またシセルを撃ったのはリンネちゃん。物語が急展開したな。第7章が楽しみだぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。